フランスの作曲家、エクトル・ベルリオーズが1830年に作曲した最初の公共曲。現代は、ある芸術家の生涯の出来事、五部の幻想的、公共曲。恋に深く絶望し、アヘンを吸った豊かな創造力を備えた、ある芸術家の物語を音楽で表現したもので、ベルリオーズの代表作であるのみならず、初期ロマン派音楽を代表する楽曲である。 現在でもオーケストラの演奏会で頻繁に取り上げられる。続編として音楽付きの独白劇という側面の強い叙情的モノドラマ、レリオ、あるいは名前の復帰作品14ビットが書かれており、1832年に幻想公共曲の再演と合わせて初演されている。ベルリオーズ自身の失恋体験を告白することを意図した表題音楽である。 各楽章に表題が付けられるとともに、1845年版のスコアでは演奏の際には作曲家自身によって解説されたプログラムノートを必ず配るようにと要請している。幻想交響曲では作曲者の恋愛対象を表す旋律が楽曲の様々な場面において登場する。ベルリオーズはこの繰り返される旋律をイデーフィクスと呼んだ。 これはワーグナーが後に用いたライトモティーフと根本的に同じ発想と言える。イデーフィクスは曲中で変装され変化していく。例えば第一楽章では主人公が彼女を持っている場面で現れ、牧歌的であるのに対して、修楽章では魔女たちの共演の場面で現れ、集悪で、ヤヒで、グロテスクな舞踏になり、いいカンクラリネットで噛んだかく演奏される。この主題は、 1828年に、ローマ大将のために作曲したカンタータ、エルミニ・エルミニエイチ2 9に登場している。レナード・バーインスタインはこの曲を、史上初のサイケデリックな公共曲だと述べた。これは、この公共曲に、幻覚的、幻想的な性質があり、またベルリオーズがアヘンを吸った状態で作曲した、ことなどによる。幻想公共曲実質部。 最初のページ1827年、ベルリオーズはパリでイギリスのシェイクスピア劇団によるハムレットを見た。その中でオフィーリアを演じたハリエット・スミスソンに熱烈な恋心を抱き、手紙を出す、面会を頼むなどの行動に出る。しかしながら彼女への思いは通じず、やがて劇団はパリを離れてしまう。ベルリオーズはスミスソンを引きつけるために、 大規模な作品を発表しようという思いを抱いていたが、激しい孤独感の中で彼女に対する憎しみの念が募っていく。彼は間もなくピアニストのマリーイ・モークと知り合い、恋愛関係に発展する。この曲はその最中に作曲された。なお、1829年には作曲者によって公共曲についての文章が発表されている。 初演は1830年12月5日にパリ音楽院でベルリオーズの友人であった指揮者フランソワアブネックの指揮により行われた多くの自作曲が演奏されたが幻想公共曲は最も注目を集め第四音楽章はアンコールに応えてもう一度演奏されたという出版は15年後の1845年であったその後 1855年までの間に幾度か改定が重ねられ、特に1855年の晩では、プログラムノートも含めて大きな変更が加えられている。婚約関係まで進んだベルリオーズとモークは、彼女の母によって1831年に破局させられ、モークはプレイエルの息子カミーユと結婚した。モーク母子とカミーユを殺害しようとするほどの怒りに、 かられたベルリオーズであったが、翌1832年にスミスソンと再会することになる。彼女は幻想交響曲の再演を聞きに生きていたのである。それをきっかけにベルリオーズの心に再び火がつき、今度はスミスソンも彼の愛を受け入れた。ベルリオーズの当初の目的は叶い、二人は1833年に結婚する。日本初演は、 1929年5月9日、日本青年館にいて、この絵秀でと進行教学団が行った。以下の引用は、1855年版の作曲家自身のプログラムに基づく翻訳である。病的な感受性と激しい想像力に富んだ若い音楽家が、恋の悩みによる絶望の発作からアヘンによる、服毒自殺を図る。麻酔薬の量は、 死に至らしめるには足りず、彼は重苦しい眠りの中で一連の奇怪な幻想を生み、その中で感覚、感情、記憶が、彼の病んだ脳の中に観念となって、そして音楽的な映像となって現れる。愛する人その人が、一つの旋律となって、そしてあたかも固定観念のように現れ、そこかしこに見出され、聞こえてくる。彼はまず、あの魂の病。 あの情熱の熱病、あの憂鬱、あの喜びをわけもなく、感じ、そして、彼が愛する彼女を見る。そして、彼女が突然彼に呼び起こす火山のような愛情、胸を締め付けるような熱狂、発作的な嫉妬、優しい愛の回帰、厳かな慰み。ラルゴの女装部とそなた形式の主部からなる。急速な主部に入ると間もなく、フルートと、 バイオリンによって、イデーフィクスが奏される。破綻調波長町とある、舞踏会の華やかなざわめきの中で、彼は、再び愛する人に巡り合う。フルートと、オーボエによる、イデーフィクスの旋律が、随所に現れるワルツの楽章である。最後はテンポを早めて華やかに終わる。複数のハープが華やかな色彩を添える。ある夏の夕べ、園地帯で、 彼は二人の羊飼いが、ランツでバッシュを吹き交わしているのを聞く。牧歌の二重層、その場の情景、風に優しくそよぐ、木々の軽やかなざわめき、少し前から彼に希望を抱かせてくれているいくつかの、理由、主題がすべて合わさり、彼の心に不慣れな平安をもたらし、彼の考えに、明るくのどかな色合いを加える。しかし、彼女が再び現れ。 彼の心は締め付けられ、辛い予感が彼を突き動かす。もしも、彼女に捨てられたら、一人の羊飼いがまた素朴な、旋律を吹く。もう一人は、もはや答えない。火が沈む、遠くの雷鳴、孤独、静寂、羊飼いの膨らんずバシュは、アルプス地方の牧歌。コーラングレと、舞台裏の覚えによって演奏される。この楽章の主要旋律は、 破棄するつもりだった。自作、荘厳ミサのグラティアス・アグイムス・ティビア、未完の歌曲ジュアイス・ドーンク・クイター・ポア・ジャメ、H6 でも使用されている。最後に、コーラングレによる墓荷がそうされると、四個のティンパニーが、遠くの雷鳴をそうし、静かに終わる。へ長ょ彼は、夢の中で愛していた彼女を殺し、死刑を宣告され、断頭台へ引かれていく。行列は、 更新曲に合わせて前進し、その更新曲は時に暗く荒々しく、時に華やかにおごそかになる。その中で鈍く重い足音に切れ目なく続く、より創造しいご音。ついに、固定観念が再び一瞬現れるが、それはあたかも最後の愛の思いのように死の一撃によって遮られる。1845年版のプログラムでは、ここでアヘンを飲んで夢を見ることになっている。 低言大太鼓ホルンによって、更新曲が開始される。イデーフィクスは、最後に、ほんのわずか現れるが、全オーケストラによって書き消されてしまう。途端ウ彼はサバトに自分を見出す。彼の周りには、亡霊、魔法使い、あらゆる種類の化け物からなるぞっとするような一団が、彼の葬儀のために集まっている。きカかいな音、うめき声、けたけた笑う声。 遠くの叫び声に他の叫びが答えるようだ。愛する旋律が再び現れる。しかしそれはかつての気品と慎みを失っている。もはや醜悪で、野ひで、グロテスクな舞踏の旋律に過ぎない。彼女がサバトにやってきたのだ。彼女の到着に上がる、歓喜のあめき声。彼女が悪魔の大共演に加わる、嘲笑、滑稽な怒りの火のパロディ。サバトのロンド。 サバトのロンドと怒りの火が一色谷。ワルプルギスの世の夢と訳されることもある。弦楽器による不気味な恩恵で始まる。イデーフィクスは変装されてクラリネットで奏される。金が鳴り、グレゴリオ聖火、怒りの火がファゴットとオフィクレードで奏される。弦楽器による急速なロンドとなり、風ガを交えながら全管弦楽の方向のうちに圧倒的な。 クライマックスを築いて曲が閉じられる。また、曲の集結部近くでは、弓の木部で弦を叩くコルレーニオ奏法が用いられている。波長長、波短長、波長長約55分第1、楽章と第4楽章のすべての繰り返しを含む。繰り返しなしでは、約50分。1844年の演奏では、第2楽章で、コルネットのオブリガートが追加された。 当時のコルネットの名手である、ジャンバティスト・アルガンのために書かれたと考えられており、現在でもこのパートが演奏されることがある。1855年に全面改訂された際には採用されていない。幻想公共曲は、還元楽法の面でも、コーラングレ、イーカンクラリネット、コルネット、オフィクレード、複数のハープ、カの公共曲への導入、コルレーニョ双法の使用、 コーラングレと舞台裏のオえの台は、四台のティンパニによる雷鳴の表現など、先進的な点が多く、構成に影響を与えた。これは、楽器が改良され、音量面や気候などで大きな向上がなされた結果である。例えば、ベートーベンの裁判年に、ようやく開発された、バルブシステムによって、金管楽器でも、半音階が容易に演奏可能となった。 この新種性こそが、ベルリオーズを、近代還元落法の父たらしめているゆえんでもある。双方についても楽譜に細かい指示が書き込まれている。例えば、ピンパニに関してはマレットについて、木、革張り、スポンジと、硬さの指示があり、白頭の音だけバチ2本で、あとは、右手だけでなど叩き方も指定されている。シンバルでも打ち合わせる、通常の双方のほか、 頭部を、スポンジで覆ったマレットで叩くよう指定された箇所もある。準備が難しい楽器は演奏の際に、他の楽器で代用されたり、省略されたりする場合がある。オフィクレードは現在は多く、チューバで演奏される。二つの鐘はしばしば、チューブラーベルの C5 音と G4 音で代用されるが、ベルリオーズは低く深い音を要求しており、十分に。 低い音の鐘が用意できない場合はピアノで演奏するようにと指示している。スコア上では鐘のパートが2段のピアノ譜で書かれていることや求められている音が低いことなどからむしろ鐘でなくピアノを使うべきだとする見解もある。4台以上のハープの指定についても現在では2台で演奏されることが圧倒的に多いがオリジナル楽器による演奏では ベルリオーズの指示に従うことが多く、中には6台も使用した演奏もある。初演の際の楽器の調達について、コーラングレやカネは、オペラ座から、イーカンクラリネットやオフクレードは、軍楽隊から用意した事実が明らかとなっている。幻想交響曲で、先進的に用いられている楽器とその構成での、使用法を見ると、コーラングレは、ドボルザークの還元楽曲など、 ワーグナー以降の三冠編成によく見られる。また、ワーグナー以降の三冠編成は主にバスクラリネットが使われ、E 間のショ小クラリネットが本格的に使われるのは四冠編成が用いられる。マーラーの公共曲以降、ラベルやショスタコービチなどからである。四本のファゴットは、ベルディのドンカルロやオテロにも見ることができる。当時フランスでは、ドイツ式のファゴットではなく、 フランス式のバッソンが使用されていたが、フランス式バッソンは音量が小さいため、本数が多めに指定されることがしばしばあった。日本のコルネットは、フランクの還元楽曲、ドビュッシーの還元楽曲などで用いられている。ビゼーのカルメンでも日本のトランペットかコルネットのどちらかが用いられる。フランス以外でも、チャイコフスキーなどのロシア系の作曲家や、ベルディの ドンカルロや、オテロなどに用例が見られる。オフィクレードはチューバが発明されるまで使用された、金管の低音楽器であるが、2本以上のチューバは、リヒャルト・シュトラウスの管弦楽曲に、3本以上は、メシアンの管弦楽曲に用例がある。ピンパニを複数奏者に演奏させるのは、リストのダンテ公共曲やワーグナーの、タンホイザー、ローエングリン、ニーベルングの指輪、パルジファルに見られる。 また、マーラーやストラビンスキー、ショスタコービチ、ベルント・アロイス・チン・マーマン、ノー・ノまでのティンパにもこの作品の強い影響下にある。また、金の使用は、イタリアやロシアのオペラにおける教会などの場面や、マーラーやショスタコービチの公共曲に見られる。さらに、弦楽器の数の指定は、ワーグナーを経て、リハルト・シュトラウス、メシアンなどに見られる。 複数のハープの指定は、ワーグナーの、ニーベルングの指輪で6台の指定があるほか、マーラーや、リヒャルト・シュトラウスは2セーブで書くことが、多いができるだけ倍にするようにと指定されていることも、ある。ブルックナー、メシアンやブレイズの還元楽曲でも3台のハープが、指定されているものがある。ありがとうございます。